令和3年2月12日阿蘇中岳河口見学の新たな観光拠点として阿蘇三条ターミナルが営業を開始しました。これは平成28年の熊本地震と、その後の中岳の噴火で被災した阿蘇山ロープウェイ西駅シャートに建設された施設で阿蘇駅と結ぶ。阿蘇河口線と阿蘇山河口シャトルの乗り継ぎ拠点となるほか。 休憩所として利用できるよう、土産物や軽食の販売コーナー、オストメイト対応の多目的トイレなどが設けられました。また、河口から1キロほどの場所に位置することから、建物は頑丈な鉄筋コンクリート造りで、緊急時には避難所として機能するよう計画されています。 阿蘇山条ターミナルを運営する九州参考ツーリズム株式会社は熊本地震と中岳の噴火で被災したロープウェイに代わる新たな交通インフラとして阿蘇山加工シャトルを令和2年11月より仮設のターミナルにて運行していました今回の施設の完成に伴い阿蘇山加工シャトルの発着場所は 完成翌日の2月13日より新ターミナルに移動し加工見学の利便性の向上や阿蘇観光がより一層 PR されることが期待されています。